格闘技イベント、ヨギボープレゼンツ長ライジンさん。28日、埼玉スーパーアリーナスタジアムバージョン。アベマ p p v オンラインライブで全試合生中継。メインカード、ラストマンスタンディングタイトルマッチ。ライジン MMA 特別ルールフェザー級。66キロ、5分 ×5 アール動画。あれはブチギレていいとファンも衝撃。平本ハスと鈴木千尋が一触即発の瞬間。メインイベントでは平本レン。 26イコール合機会が朝倉未来32イコールジャパントップチームに衝撃の 1RKO 勝ち。試合後、解説席に座っていた王者鈴木千尋と一触即発の瞬間があった。因縁決着はまさかの結末だった。平本は踏み込んだ左フックで未来をぐらつかせると左右の連打。グラウンドに倒れ込む未来に迫撃のパウンド。レフェリーが試合を止めた。 試合後、平本は喜びのあまり勝利のおたけび。さらに解説席に座っていた鈴木に向かって、中指を立てた。さらにどさくさに紛れてペットボトルを投げつけられた鈴木はブチギレ。解説席からペットボトルを投げ返し、立ち上がり、怒りそのままリングに駆け上がり、スタッフに慌てて止められていた。まさに一触即発の瞬間だった。このやりとりにネット上では、あれはブチギレていい。 平本と鈴木千尋のペットボトルの投げ合いはら、鈴木千尋選手、ペットボトル投げ返すのよかったなあ、そりゃいらんなどの声が上がっていた。